はい、今回は自民党安倍派の人間が資金がなく裏金がなければ何もできないと言った超炎上している話題について考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、ここ数日ですね、この話が炎上しているみたいなんですけどまあ、僕はちょっと前にこの話を知ったんでまあ、こちらの内容、まあ、どういうことかということで,ですねニュースになってるんですがまず SNS の話題から考えていきますまあ、一言で言うと まあひどいいとしか思えないんですよねで、まあ、こういうことが政治の世界において今までまかり通っているっていうことあるいは今までまかり通っていたっていうことが恥でしかないと、まあ、SNS ですごく批判が上がってるんですが共通してる内容なんで2つぐらいかな2つぐらいの,その投稿とあとニュースおよびそれに関することっていうことで。 お話し,していこうと思いますまず1つ目ですねこういった投稿があって、まあ、この投稿で僕は知ったんですけどえ自民党議員の、まあ、応援とか、まあ、選挙対策をしていた関係者が裏金というのはどんな形にも使える自由なお金なのでそれを人件費に使おうと銀座のクラブでの飲み食いに使おうと選挙に使おうと自由にその財布から出せる裏金がなければ何もできないと主張していると。 まあなんか開き直ってる感じですよね、この裏金を作るっていうようなことに、ニュースではちょっと、まあ、それ以外の側面も触れてるんですが、わけわからないじゃないですか。で、これっていうのは、この自民党の関係者が NHK の取材に答えたものっていうことなんで、えー、別にね、う、えー、でも何でもないんですよ。で、まあ、ちょっとね、えーまあ、思ってることがあるんで、お伝えしてみ、えー、ようと思うんですけど、裏金がななければ何もでできないって言うんですよね、えー、じゃあ、何もしないでくださいよ。 国民の迷惑だから何もしないで、えー、さっさと政権交代してくださいよ本当にアベノミックスでですね、えー、日本の経済ボロボロになってね、うん、安倍晋三と日銀の黒田が組んで、えー、日本のお金を1000兆円から1500兆円アメリカに流して今の日本の経済が衰退した原因がアベノミックスですよ安倍が原因ですよ安倍の前からっていうのもありますよ小泉竹中そして安倍岸田とつながってますけど この安倍の時に大きく日本の経済、えー、崩壊したわけですよ。で、その安倍の関係者が裏金がなければ何もできない。じゃあ何もしないでもうね、えー、もう過去のことだから、まあ、どうしようもないですけど、もうね、政権交代してくださいよって、うん、本当に国民の迷惑でしかないんですよね。で、今もう、まあ、この、こういった問題が明るみになってこんなことを言ってるって言って、話にならないなと思うんですが、えーまあ、あニュースの一部、こちらがありますので、 こちらから今度はね考えていこうと思います。もうちょっと話が長いんですよ。ちょっと長いんですがお伝えしていこうと思います。政治には金がかかるとか、あ政治には金がかかるというがどこにかかるのかというと、選挙だと,と議員を支える秘書に金金がかかるっていってま秘書を雇うのかなっていうことをがま言われているわけですよ。で秘書っていうのは。 えー、公設秘書以外は私設秘書を雇わないといけないっていうことで支援組織である党はそこ,からそこから送り込むことができるが自民党は昔から自分党と言われるように組織があるようでないのでお金も人も自分で集めてこないといけないいやいや他のところも自分で集めてきてるでしょ、うん、なんかさ,さもなんか自民党が なんか苦労してるみたいなこと言っちゃってますけど意味がわからないですね。こここののニュースのこうういいったととろも僕はわわけがからないと思うんですよでさらに訳、えー、のわからない意味不明な理解不能なことを言い出,せま言い出しますがこうした事情は選挙でも同じだっていうことで、えー、選挙で、えーまあ、車宣伝車を走らせる場合ドライバーとうぐいす嬢を雇用しなければならないがいずれも適性のある人がそれほど多くないため争奪戦になり甘くない。 永田町では人中見舞いという言葉を使うが自分の子分となる選挙区内の地方議員に金を配るのでそれも相当な額になる裏金がなければじゃあその金はどこから捻出するのかという形になるということで完全にこの裏金を必要としてるっていうことを肯定してる正当化してるじゃないですかいやいや他の政党はそんなのなくしてやってるでしょ、まあ、確かに そういうことをしてるところもあるでしょうけど全てが全てではないと思うんですけど完全にこうひひ開き直ってるわけですよ意味がわからないですよねまあこの裏金疑惑が発覚したから開き直っちゃってるっていうね話にならないと思うんですけどそしてえ最初にお伝えした内容がここから続いていくんですね。 裏金というのはどんな形にも使えるお金なのでそれを人件費に使おうが銀座のクラブでの飲み食いに使おうが選挙に使おうが自由にその財布から出せる裏金がなければ何もできない今回の事件を受けて政治資金規正法を厳しくしてもいたちごっこだと思うと指摘したと、うん、まあ裏金を肯定してるしも何か何言ってるか意味がわからないですよねはっきり言って意味がわからないんですけど うんまあ、政治家が、うん、その銀座の、まあ、多分高いんでしょう僕は行ったことないか分かりませんけど銀座のクラブで飲んでね先生とかってねそれも仕事のうちだとかそれを裏金から出してるってでもこれは嘘なんですよ僕はこんなことは嘘だと思ってますあの多分ですが、まあ、この話詳しい方、まあ、い,いらっしたらあのコメント欄であの教えていただけるとあのう嬉しいんですけど銀座のクラブの飲み食いのお金っていうのは裏金じゃないでしょ 多分領収書があるる経費でで使えると思うんですよ。だからまあここで、えーまあ、この後に、ね、及んでこの自民党の安倍派の議員はでだらめを言ったと思うんですよ。でね政治,資金法政治資金規正法を厳しくしてもいたちごっこだと思うとかまた意味のわからないなんか肯定みたいなこと言ってますけど話になりませんね。うん、で最後はなんかね開き直りからの謝罪みたいな感じになるんですけど。 え自らも選挙対策を,を、まあ、通じて裏金に関わってきたことを反省してるとした上でどこが反省してるんだよ、うん、こ,のこの言い分,この言い,分この言い草で自民党にお願いしたいのは政治と金の問題裏金作りについて正直に有権者に謝罪する、えー、使途不明金の金は作りませんと言って、えー、自民党ができて以来の海をこの木に全て出してほしいと言ったっていうんですがまあまあまあわけ分かりませんね。うん、あの はっきり言いますけど別にあの有権者に謝罪しないでいいからもう解体してくれ、うん、もう本当に自民党があること自体で日本がどん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 悪い方向に行ってるわけですよこの関係者は言ってませんけど戦後ですね、えー、自民党ができた時背後に東丸がいましたそして自民党の背後には宗主国米がいます。 安倍晋三の祖父の岸信介、えー、安倍晋太郎安晋三と、安倍晋三と3代揃って日本を外国に売り払った売国奴です、売国政党。何を今更言ってるのっていう話なわけですよ。本当に話になりませんから、うん。で、有権者に謝罪してまたやり直そうと思ってるんだろやり直さないでいいんだよ、迷惑だから。国民のもうほぼもう9割ぐらいが思ってると僕は思ってますからね。少なくとも僕、思ってますし、リスナー様も思ってると思います。で あのこの文章には出てこないんですけど、まあ、何かなっていうまあ話をちょっと考えて、まあ、いこうと思いますね。うん、あ,あとあの、まあ、ここの文章でですねちょっとうまく言えないんで申し訳ないんですがこういったことも考えられるんですよ。 このなんかドライバーとかウグイス城がどうのこうのとか言ってるじゃないですかなんかいろいろ言ってるじゃないですかでこういうことを言って何を言ってんのかなっていうことなんですがこういうふうに取れるんですよこのお答えた人間はどういうつもり言ったのかわからないけどじゃあこういうふうに考えますよ自民党内で裏金がなければあねその金どうするのかって言ってるんですけどじゃあこうだろ派閥に関係なく自民党の議員は裏金をみんなつく作って使ってるんだよな 自民党っていう政党自体がそういう政党だよな僕はそういうふうに思ってますからねこの売国政党本当に僕たち日本国民が生きるうね日本が本当にどん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 壊れていくわけですよ本当に厳しくなってるわけですよこの失われた30年の原因ですからね自民党がだからこのニュースを見て思いました自民党の議員全員がこういうことしてるってそういうふうに言ってるんですよねそういうふうに解釈しますよ 僕はそう思ってます。そして、えー、リスナー様のコメントで頂い,いたんですけど、多分これなんじゃないかと僕は思,思うんですよ。この裏金をね、えー、作ってるこの裏金です。要するに、えー、表に出せない金っていうのは、えー、何をしてるのかっていうことで、これは僕の解釈です。えー、もしも間違えてたらすいません。でも僕はあこういうふうに思ってます。選挙のたびに、選挙のたびに、有権者にお金を分からないようにまいてるんじゃないんですか お菓子の中に一万円札とか入れてるっていう話あの聞いたことありますよね。で、あの、リ,リスナー様のコメントにもあ,あ,あったんですよ。お菓子の中に一万円札が入っていたことがあるって。うん。一万円を百人にまいたら百万円ですよね。それを繰り返したらすごい額になりますよね。そのお金領収書出せませんよね。だからやってんじゃないの。そういう汚いことをやってんじゃないの。そういう汚いことをやっていて今まで政権のね、えー 運営政権を維持していいたんじゃないのだから自民党っていうのはいろいろおかしいところがあるんですよ。選挙で勝つって言った時も別に国民が支持してるからではないから、うん、まあそれは日本国民の問題でもありますよ。選挙に行かない投票に行かないんでね自民党の組織票にいいようにやられるっていうのがあるんですよ。ただし、えーまあ、その選挙の際にはと丸まるの、ね、組織票を利用してるっていうのもあるんですが。 と同時にですよ選挙があるたんびにそういうなんかわけわかんないお菓子の中にお札とか入れてんじゃないのそういうことやって選挙買ってきたんじゃないの、うん、僕そう思ってるんですけど言ってることが理解不能だわって。でこのまんまいくとですねまあこれもこれでまたちょっと違った別の問題が生ずるんですがこういう自民党のこの汚いことをやって,やってきたことによってなかなかね政権がこう移れないわけですよ。で今の問題っていうのはまた一つ別にあるんですよ。 あの弱い野党本当に、えー、やる気のない野党、うん、でリスナー様に何度もお伝えさせていただいてますが僕はきちんと政治に向き合ってる、ねえー、政党野党っていうのは令和新選組しかないと思ってます立憲民主党話にならないでしょ野党第一党とか言って、うん、だからこの構図を一人でも多くの方に分かっていただきたいと思って今回もこの話をここからいたしますが。 自民党の背後には、経団連、えー、財務省、うん、ね、えー、東丸、総主国っていうのがいるんですよ。で、立憲民主党の背後には、連合っていうね、えー、連合吉野っているじゃないですか、吉野とぼこっていう女。えー、立憲民主党の背後には、連合吉野、あるいは経団連がいるんですよ。自民党と立憲民主党って裏でね経団連がつながっているプロレスですよ。プロレスしてるから、いつまでだったって日本が良くならないんですよ。 あの腐敗してる、ね、自民党もそうですが腐敗してる野党です。でこの野党がなかなかうまくまとまら,まとまらないっていうこともこれも問題なんですがちょっと話がそれましたけれどもこのまま自民党が続くともう日本が崩壊するんですよ。うん、もう今の時点で失われた30年でもうかなり厳しいじゃないですか僕も多分リ,リ,リスナー様も思ってると思うんですよだからもう本当に一日も早くもう自民党の政権交代が必要だと思います。 もうそういったことを1人でも多くの方が分かっていただければと思いまして今回こちらの件についてお伝えさせていただきました結構有名な話なので、えー、見られた方がいらっしゃるかもしれないんですがちょっと僕が気づいたのがね、えー、遅かったということで、えー、結構数日前からこちらの件話題になっていたみたいなので何かご参考になっていただける点、えー、共感していただける点があれば何よりです何は何はともあれですね自民党が政権を維持する限り国民が不幸になるだけです もう明らかです。で、今回のこの件でもわかると思うので、えー、いつかわかりませんけど、選挙があったらね、日本国民はあ投票、選挙に行き、民意を示しましょう。自民、公明、維新ではダメです。僕は、令和山本太郎さん応援してますが、わかりませんが、自民、公明、維新、えー、ね国民民主、立憲民主以外に、えー、多くの方があね票をあの投票する、国民の民意を示すことが何より大切だと思います。本当にここののね、えー、言い草ですよこの 安倍派の清和会の人間のこの言い草、国民のことを見下してますよ、うん。何が裏金がなければ何もできない。じゃあ何もしないで政権交代しろ。多分そう思ってる方他にもいらっしゃると思うので、今回こちらの件についてお伝えいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたし